ピカーダで味付けした料理、ピカーダはスペイン料理に不可欠な特徴的なソース、調理技法である。スペインの中でも特にカタルーニア州とバレンシアで典型的に見られる。マヨネーズやルメスクのような単品のソースではなく、調理中に調味料として使われる。調理の際にはソフリットのような別のソースを先に加え、ピカーダは調理が終わる直前に加えることが多い。 ピカーダは調理中に出る汁を混合し濃度を高めるために用いられ、肉、魚、米、スープ、豆、野菜等を用いた多くのレシピに優れた仕上がりをもたらす。材料は様々であるが、ニンニク、サフラン、パセリ等がよく用いられる。さらにシナモン、鶏または、ウサギのレバー、チョコレート、クミン、ハーブや、その他のスパイス等が加えられることがある。基本的には、 アーモンド、パン、何等かの水分をすり鉢内で混ぜて作る。アーモンドはヘーゼルナッツ、松の実、くるみやこれらの組み合わせで代替することもある。硬いカンパンはトーストするか油で揚げてすり鉢内で砕くが甘いビスケットやクッキーで代替することもある。水分としてはジュースを用いることが多いがだしや湯を使うこともある。歴史的にはアーモンドのピカーダは カタルーニャ料理が成立した極初期から記録されている。最も古い中世の論文にも既に現れている。オクシタニア料理やイタリア料理のような近隣の他の地中海料理でも、ペスト等の本質的に類似したソースが見られる。アルゼンチンでは、ピカーダは、ハム、ペパロニ、ソーセージ、パテ等のコールドカット、またブルーチーズやペコリーノ、パルミジャーノ等のチーズ類を意味する。 これらは通常、リップ、パン、オリーブ、ナッツ等を添えて提供される。ありがとうございます。